よし、あとは予告状を出して鴨下の心をいただくだけだ。なら最初から予告状出しときゃいい話じゃねえか。そう簡単にいかないんだよ。お宝はいつまでも実体化しているわけじゃない。刷り込んだ意識が薄れればまた消えちまう。おそらく持って1日かそこらだ。んだよそれ、超シビアじゃねえか。けどこれで予告状出せんだろ。さっさと改心させちまおうぜ。いいか、お予告状出さねえの。ま、お前に。よっしゃ、よし、人暴れするとしますか。潜入開始だ。おっし、到着。おい、おい、おい。
暴いてやる。何者だ。どんなにこの仕打ち。よし、こちらの先生だ。そこか。おお、ジェイカブクイーン。いただいていく。どこ見てんの。自分の実力は動かないな。はいはい、ぼちぼちなアイテムだな。どう？どう？一旦引こう。よし。よし。戸締まり頼んだぞ。へえ。そっか、残念。
診察室にどうぞ。はい、どれ。ちなみに今飛んでる花粉は主に杉とヒノキ。花粉症の薬は風邪薬と飲み合わせ悪いから注意。それは効くかな。はい、どうぞ。決まったの？どうも。それにするの？はい、どうぞ。お大事に。何か用ですか？お？よし。よ、みんな集まってるぜ。その言葉待ってたぜ。いよいよ明日だな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよね。予告の効果は長くは続かないからな。不安か？待ちくたびれた。上等だぜ。絶対成功させるし。予告状は誰が用意する？俺に任せてくれ。なんで？なんでってなんでだよ。ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫？同感だ。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよなあ。いいだろ。おう、任された。ちょっと本当に大丈夫？正体バレたりしたらこれまでの苦労が。わかってるって。よし、いよいよ明日だ。お前ら準備を怠んなよ。
よーし。なるほど。よーし。どうした？そうだな。予告状？朝来たら貼ってあったってよ。色欲のクソ野郎、鴨志田卓殿。抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取って、お前に罪を告白させることにした。明日やってやるから覚悟してなさい。心の回答団より。あいつ。なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからね。微妙。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感ある。あのマークもいまいちなんだよな。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂、本当だったってこと？つかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？この変なマークってなんだ？心の回答団って何者？盛り上がってんだし、よくね？誰が？見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。相当効いてるな。貴様か、こら。貴様か。お前らか。
とぼけるつもりか。まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。来いよ、取れるもんなら取ってみろ。今の鴨下の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。お宝出現ってこと？今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。一日ありゃ十分だぜ。さてと。